皆さんこんにちは。神宮前駅東接骨院の中林です。本日は腰とお尻のですね、ストレッチを紹介していきます。朝や夜がですね、今冷えてきていて、どうしても硬くなりやすいので、ぜひそこのストレッチをやっていって、痛みの出ないようにしていきましょう。はい、では今からストレッチを行っていきます。まずはじめに右の方のお尻をから腰をですね、伸ばしていきます。まず片方の膝の上にですね、右の足のかかとの外側をですね、膝の上に置くようにしてください。で、その後ですね、そのまま左の膝を曲げていきます。で、そうしてくると、ここのお尻とですね、腰のところが伸びてきますので、そこがちょうどですね、痛みの出ないぐらいで伸びる位置までこう曲げていきます。で、そこでですね、大体5秒ぐらいキープしていただければ、しっかりストレッチできますので、では行っていきます。はい、ではですね、また一回足戻してもらってから、もう一回ですね、丁寧にフォームを意識してやっていけるといいかなと思います。大体これを5回ぐらいやっていけるといいと思いますので、実際に行っていきます。以上でストレッチは終わりになります。もうこう寒くなってきた時ですね、ぜひストレッチをやっていって痛みをなく冬を過ごしていけるといいかなと思います。以上になります。